はい、導かれる前、そうこっから導かれるらしいんで、なるほど、はい、じゃあこれはちょっとアーサーさんに遊んでもらう、はい、さん罰押さないでよ、押さないさない、これスキップだから、右下にスキップって書いてあるからね、絶対押さないでよ、アーサーさん、ね、やめろやめろ、変なふりをするなよし、じゃあちゃんといきますね、はい、はい、いきます、はい、もう雨になるからね、うん、あちょっとジジジジって電脳空間っぽい感じ、ね、っぽい感じがする、かっこいいけど可愛いんだよな、サニック、うん、デザイン、タイルス、エミ、さっきの場所はグリーンヒルみたいだったが、ここは、可能性の生き物。誰だお前。己の力で電脳空間を克服した奇跡の者、お前こそが解決の鍵となる。電脳空間？それより俺の仲間たちはどこだ？そもそもここはどこなんだ？ここはスターフォール諸島、時間に取り残され、誰の記憶からも忘れられた島、うん、あでも行く手半少女って言ってたんだ、一応目的地に着いたわけだな、で仲間たちは、消えた、どうやら自分で探すしかないか、面白くなってきたぜ、へえ、こういう感じね、なるほど、ここからはもう探索して謎を解いていく感じなんですね、さあチュートリアルですね、まずは右スティックを使うと、うんうん、カメラを操作できると、はい、ここですね、はい、あオプションでカメラの画角やプレイヤーの操作性を調査することもできます、はい、あ画面用意する場合には広くしたりもできるんですね、なるほど、うんうんうん、こうやってカメラで、なんかそのお話を聞いたらかなりいろいろ調整ができるって話が言ってましたね、はい、ちょっと朝大丈夫ですか、こういうのって大体スタート地点の後ろとかに何かアイテムあったりしません、確かに今もうなんか真面目な感じで紹介してちゃんと、ね、地面に3つの古代スイッチがあるようです、ギミックを解くとヒントをもらえるんですね、一回休みません、一回休み る, 休みる、なんかいろいろ箱とかあるし、何ない、もういきなり遊べるんだ自由に、ね、でもこれ取れてない、あ取れた取れた、うわ出たこの感じ、あポンポンってやつね、はい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 、こういうのさやり始めると、うん、全部プイプイしたくなるよね、わかる、ポインポインポインって、あそこなんかあるけど、なんかもうすでにマーカーついてる、鍵、何何何これ逆にスタート地点がゴールみたいになってるパターンかな、あなんかそうだね、タイムエスランでクリア、リンゴ150個持ってくるよ、レッドスターリングすべて見つけた、じゃあなんかいろいろやってからここに来れば来るっぽいっすね、アンロックされるってことか、もしかしたらあの裏にねテイルス眠ってる可能性ありますからね、いきなり、そう確かにね、少し行ってみよう、落ちたらどうなるんだろう、分からん、落ちたらどうなるやっぱそう、ダメ、うん、ダメですね、ミスになるそうですよ、普通にミスですよね、うん、トニック泳げないんで、確かに、お気持ちいい、いやーこれよ、これよソニックってこれよ、やっぱりこれなのよ、さあ押してみましょう、全部普通に押せばいいのかな、おこれでなんかレーダーが、おハート、何だこれ、ドクドクしい感じのハートが、あマップマップがこれでちょっと解除されて見えた感ありますよね、ユニコを解くとその試合の場合、解放されていくと、守護神やポータル、エミーのメモリーアイテムなどが見つけられます、はい、なるほど、エミーのメモリーアイテムあるのにテイルスのメモリーアイテムはなさそう、確かに、後で出てくるのかな、かもしれない、これをケッ、さあ、まあ、このままじゃ進んでいきますか、そうですね、あ、また次のギミックと、未知のことを前にした時、通知を受け取ることがあります、通知が表示されている間に下を押すとアクションを練習できる空間に行くことができるほか、目の前の、じゃあまあとりあえず行ってみよう、何する、行ってみようってことか、うん、行ってみましょう、ホーリングタック、あーそうですね、何それ、はいはいはい、あ自由に好きな時にね出てくることもできると、はい、やっぱこのスピード感がソニックですよ ね、気持ちいい、はいはいはい、この敵が出てくるときに、こうですね、いやー楽しそう、気持ちいい、
はいはい。で敵を倒すと、いろんなものをドロップして集めるとスキルポイントになるなってスキルを習得できる。これを集めて。そういうシステムなんだ。へえ。あ、じゃあ敵倒してレベル上げみたいな感覚もちょっとあるんですかね、多分。ぽいっすね、育成要素っぽいのが。うん、これがさっき、ね、あ、これはボタンか。はいはいはい。おいいいよ。おいおい。これだよね。気持ちいい。これ今回そのオープンワールドテイストになってるんで、はいはいはい、そこがなんかね、結構ギミックどういう風に作られてるのか気になりますよね。この広大な感じやっぱやってるとね、うん、ワクワクしてくる。お、皆さん。さっきのよりもやっぱちょっと強そうなんですか。同じ見た目かな、さっきと。どうだろうか。出てきてみないとサイズ感が。同じぐらいの感じ。いけ。ほっ、ほっ、ほっ。これスキル上げてると威力あったりするのかな。あるんじゃないですか、きっと。これどこでスキルレベル上げるの。スタートから上げるのか。メニューとかでできそうなやつだから。いいね。はい。あ、でもしかもこれギミック分かりやすくていいですね。何がどこにあるかが。うん、確かに。示してくれてる。カメラとかもちょっとそれに寄せてくれたりするし。あ、これやるとこれになるよみたいな。あ、いいね。あ、気持ちいい。お手軽な感じが。あ、いいね、いいね。気持ちいい。これまずいまずい、当たった。これもう終わっちゃうよこれ。止まんなくなっちゃうもう。あ、これ。ガン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 いっちゃう、やっぱり。終わっちゃう、終わっちゃう。ここさ、ここさ、うん、あ、キックしてる。あ、これ身じゃない？さっき言ってた。うん。でもあの最初のところ、なんかリングを150個集めるみたいなこと言ってたんで。でももうすぐ150個になる。なんだよ、いつの間にかもう130個ぐらい集めてた。あら、これすごいよ。これ気持ちいいですね。これ行ったんと。ほい。いいよ。いいよ。なんかさ、どっかでビュインってなって、うん、それも飛べる。わあ、いいね。これ全部壊すとなんか出現するってあるのかな。あるのかな。気持ちいい。ああ、いいね、いいね。ああ、いいね、いいね。気持ちいい。これいいな。ここはこれで、あの台もなんかあるね。確かに。あそこ、あ、でもなんか、ね、外側から行くのか。届くのか、これは。上から行けば行くのか。行きたくなっちゃうね。であれ向こう側じゃないですか。向こうからか。向こうのとこから飛べばあれ帰り道っぽいですもんね。だってあのジャンプ。確かに。これ、あ、これだ、これだ、これだ。来た。行き過ぎだ、行き過ぎだ。あー、ミス。なるほど。あるあるですわ。これでもやっぱ従来のソニックと似てるところもあるとかなり変わってるところもあるから。そうっすね。こう、あ、普通にこれでいいのか。はいはいはい。あー、ナイス。よし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 。これなんだ。エミのメモリーはなんちゃら。リングも150超えましたね。うん。メニュー画面とか今開けるのかな。どうだろう。開いてみます。ああ、でもこれはゲーム設定の方ですね。そうですね。あのさっきちょっと話したけど初速とかソニックの移動の動きなとかもいじれるみたいで。慣れてる人慣れてない人で。このスピード感に慣れてない方でもまずはとっつきやすいようになってますみたいな。調整できると。これは普通に？なんかそこルートあるのかな？ない。ないね。他に飛んでいけるアクションが。ない、うん。なんかスキル覚えたりしたらとかなんかね。どうなんだろうか。なんか敵出てきた。あ、来た来た。ちょっと型が違う。ちょっと忍者。忍者。え？コウスケ。コウスケジャパニーズ忍者って自称してるんだ。じゃあコウスケさん。コウスケ倒そうぜ。島のお仕置きしなきゃ。特有のパターンを持つ守護神がいます。ターゲットに、あ、ロックオンですね。右スティック押し込みでロックオン。ああ、いいですね。はいはいはい。強え。やばい、コウスケ強い。やばい。リング全部持ってかれたあいつ。右スティック押し込みでロックオンして。はいはいはい。あ、いいね、いいね。相手の動きを見ながらね。回転が。やっぱこのなんていうんですかね、ガードもする。リングを持っとけばまあとりあえず大丈夫みたいなところあるの、うん。ソニックシリーズの同じのリングがあれば。ね、いいっすよ。はい、まあ、敵の動きをちゃんと見て避けつつ攻撃してっていう。ポータルギア。ゲームを進める上で重要なアイテムなので必ず手に入れましょう。なるほど。ポータルっていうぐらいだからね。あ。
仮的なっぽい、うん、はい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 。でもあの扉開いてもこの辺やっぱ見たくなっちゃうんですよね。この裏とかさ、なんかありそうですよね。なんかこういうところでなんかね、下にないかなとかやっちゃうすぐに、うん、ほんでやってたら下に落ちるっていうね。そう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 、あるある。あのなんか色も違う、確かに黒いけど、なんかデザインか、デザインか、うん。まあ、じゃあ道行ってきますか。行ってみましょうか。いやカスタマイズ要素気になるな、うん。あ、こういうサイドステップもあるのか。あ、回避っぽいアクション、ブースト、あ、ブーストもあったのか。ってことは空中ブースト、さっきじゃあ上がってから空中ブーストだ。上で行けましたね。これで行けたのか。スタミナっぽい要素も、はいはいはい、はい。でもソニックのやつは大体ああいうギミックに入っちゃえば、あとなんか勝手にこうピピピってやってくれるんで。確かに、あ、間違えた、間違えた。それいいっすよ。ずっと同じとこぐるぐるしてる、うん、これじゃない、こっちじゃない、うん、あ、この中に、ね、お、出てきた、お、びっくりした、うん、あ、出た、はいはいはい。お、なんかいるってやっぱ、あー、戻りすぎた。もうこのね、大体このパターン、ね、気持ちよくなりすぎて、そう、行きすぎてビュンビュンやってたらやられるっていうね。ここを左側、ちょっと左のあれ気になるよね。いや、もうちょい、あの、ギャルが海の方、海の方、海の方なんかなかった今。海の方はないと思う、ほら、気のせいかな、うん、ないんじゃない。もう一回、あの、あそこ行ってるんじゃないですか、今の場所。そう、あっちの島っぽいところ、島というか、あの、はい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 、浮いてるところなんかなかったかな、気のせいかな。何もなくない。もう一回上がってもらって、ほら、左側、どれどれ、左左、ほら、あ、本当だ、なんかある。あれ、飛び込んで今のあれでうまくあのリングに入れっていうことなのかな。いやー、さすがに遠そう。なんか別のルートっぽいかな。うん、そんな気するけど、トライしてみる。あ、でもあるある、奥に、あっちにある。あっちから行くのかな。ゲート開いた先だ。うん、そうだね。それじゃあちゃんと進みますか。うん、危ねえ。ちゃんと進みますかの前振りすごかったね。石像壊せば扉が開くかもしれません。カモっちゅうのが怖いな。確かに。今普通に壊してますか。うん、あれ、普通に投げる。向きが違う。あ、そういうことか。揃えて、うん、アストラキャス、はい、正解。なるほどね、謎解きもありますよ、うんうんうん。あ、なんかある。これ集めると何になるんだろうね。確かに、これエミーのメニューで、あ、これでマップ見れて、何やったかとかね、うん、こっちは設定だし、スキルとかはまだじゃあバリフでないのかな。あ、この後あるらしいです。あ、この後、この後に、だ、僕たちがせっかちすぎて、ちょっとうちらがやっぱちょっとせっかちすぎて待つことを知らないっていう。あ、これがさっきの方に来てない。あー、ぽい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 、気持ちいい。いい、もう一個ありますね、左、うん、また箱の中じゃない。そうね、ほい、来た、おお。なんかもうそのドリキャス、お、来た来た来た、お、来た、サイループ、サイループ。あ、スキルツリーの感じで、で習得。あ、これ PV で見たやつ。光の帯を残しながら移動することができます。移動しながら三角長押し。はいはいはい。使ってみますか、とりあえず。ね、移動中に三角。いろんなものを、敵とか囲んでましたけどね。これでこうなんかこういうことなんですね。あ、なんか出てきたんだ、これ自分のじゃないよね。自分なんか発動にコインを消費してるみたいな。あ、リンゴを消費してるみたいな。ない、これを囲むとか。あ、だいぶ広く囲えますね。いや、正解だし、しかもそんな気がね。あ、昨日お、これが、あ、こっちのエリアの使用、うんうん、されたよと。なんか残ってますよ、うん、確かに全部やっちゃうこれ、何なんだ、アイコンは何だろうな、拡大とかもできるんですね。何だろう、謎の上のやつとかがさっき言った場所かな。さっきのやつ、あの、その昨日のやつ、これ取って
これまたあるよ。ここはでもないんかい。行けるそうな場所は普通に行けるのかな、もしかして。でもこのなんかこれ使ってればなんか出てくるとかありそうじゃない、隠されてるアクションが出てくるとか。なるほど、さっきのリング張りに。あ、でもなんか出てきた、ここイング、あのリング以外も出てきた。あ、これ探す楽しみありそうです ねそれっぽい帽子なんかある。アイテムボックスです、普通に。この辺なんか、あーでもレールありますね。レール行きますか。うわー、僕ちょっと高いとこ苦手なんで。リアルすぎるのも困ったもんだ。いいね、いいね。カメラとかもちょっと自分で後で変えれたりするんですかね。かもしれないですね、うん、サイルーパー敵にも有効です。一斉攻撃ができる。やってみましょう。ブーストしながらサイルーパー気持ちいいな。あれ早かったっけ。おい、はいはいはい。あ、大ダメージではないけどこうみんなを削ることができるみたいな。おえから追い打ち。このダウンっぽいの取れるのもでかいです ねこういうコンボ的な感じで。え、ちょっとこれどこまであのサイループのあれ伸ばせるかやってみましょう。確かにやってみようか、この辺から。え、どこまでもいけそうな感じ。ああ今どっちなんだろう、どっちだ、坂の影響なのか。平地でいこう、平地でいこう。え、どこまでもいけそうだけど。あれ短くなって削れてる後ろ。こうなんか自分の尻尾をみたいな感じで、うん、距離にはやっぱ限界があるんですね。限界ありますね。じゃあまあ大体このぐらいで使う感じか。あんなが出てきた。おい、おお、経験値みたいなの出てきた。8の字。あ、本当だ、無限に。へえ、気持ちいいやつだ。すげえ。え、これ八の字を作ってる中ってことですか。一定時間。あ、へえ。なんか慣れれば慣れるほどできることがすごい増えそう。ね、うわ、ブースト無限。本当だ。まだ効果がついてるから無限だ。すごい。ソニックインフィニティやこいつ。鍵が必要っぽい。これも上行けますね。あ、ムービーが。再び空間へと向かえ。お、あ、空間中のあのさっきの敵とかとやつ。現世と異空間をつなげるのだ。ポータルギア。ポータルギアはめこ。あ、さっき拾ったポータルギアじゃないですか。あ、でも残り2個って書いてある。1個足りないじゃない。近くにいるボスみたいなの倒すみたいな感じですか。つなげるには力が足りぬ。ですよね。めっちゃ求めるやん。奪ったものを見つけ取り返す、うん、あ、奪ったって言われてるから。確かになんかにこう侵略されてるの、うん、なんかやばいの出てきたよ。でかいよ。なになに、タワーまんまやな。忍者の次はタワーが来た。タワーはでも襲っては来ないのかな。回避。あ、さっきの得られた。ほうほうほう。じゃあ倒しに行ってみますか。早い動きや。ロックして。これがさっき言った回避ですね。結構無差別な攻撃の仕方。うん。おのが。いいな、この攻撃して相手がちゃんとリアクションしてくれるのいいのね。ビヨビヨみたいな。えー、なにこれ、ダルマ投手スタイル。気持ちいい。これは関係ないかな。ちょっとルート絶対回復しとこう。学んでるやん。戦いの中で学びを得ていかないと。学びのアースだよ。どういうこと。何にもピンとこない。寝すぎのコウスケと学びのアースだ。そこと一緒にされるとすげえなんか不満だな。眠りの小五郎みたいな感じで言うけど。あ、
これはでもあれはあれやばそうですね。あれはもしかしてこれか。あ、なるほど。これか。天才か。お、今チャンス。チャンス。お、あ、なんか吹っ飛ばされた。飛びすぎた自分で。これは相手の策略にはまりました。はまりましたね。隙を見せて崖際で。そう、崖際にやって落とす作戦したやつ。狙いは悪くなかったと思うんだけどな。確かに。いやでも何でしたっけ、あの三角でこうやる囲むやつ。はいはいはい、あれ良かったっす。まずはこれで削って、このリングが落ちてきたら、そうですね、で敵の攻撃を避けつつ LR でこう避けつつ、めちゃくちゃすごいですね。もう1個ぐらい、あー降りた、気持ちいいですね。キュンってこの行くのが、あ、さっきのまだ行けそう。もう一段ぐらい、あ、もう行けないか。こっからさっきのぐるぐるぐるループで囲んで、今だ。この後反撃きましたよ。多分さっき下のあのリングに触れちゃったんだと思う。なるほどね。お、なんかめっちゃ無差別に。おっと。お、あ、受け身とかも飛んだしてないのか。なかなか本気出してきてますよ相手。ちょっと学びを言いました。でももう、うん、学びのアーサーなんで。出た、学びのアーサー。ダメだってそれ出すともう寝すぎのコウスケ出てきちゃうから。あ、これもしかして一番上倒したら一発で倒せるのでは。そんな、こんなことある？ジャンプ頑張ってしてちょっと段減らしたら頭やってみたら。でも届かないですよ、ジャンプ。最初ちょっと2、3段をしたのにギリギリまでやらずに。どっちも結構落とさないとダメ。うん、この辺から、うん、この辺だと水がズドンしてくれない。あ、いいよ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 。ちょっと調子乗るとやばいから。一旦ね一回挟んで、あ、逃げられた。おー、相手も学んでます。学びのタワーです。ループを回復して、あ、しかもあれなんだ、これ8の字で出てきたリングは回収しなくても勝手に手に入るんですね。お、倒した。ナイス、めちゃめちゃ高めな。お、しかもこれがさっきの2個目のなんだっけ、ポータル、ポータルギア、ポータルギア。いやでもちゃんとなんか自分のこのスピード感とか成長を感じるのがね、成長を感じられるのいいですね。うんうんうん。さあポータル開くと何が起きる？ポータルっつったらまあ大体移動っすよね。まあ、そうだね。あ、空間に行けっつってる。それが俺に課せられた使命。はいはいはい。あ、でもこれも入れるらしい。あ、これ入れるんですね。でも横のこのギミックまだ触ってないから気になる。これ触りたい。まあ、まあ、すげえわかる。うわー、なんかすげえ飛んだ。やっぱ触らずに行くわけにいかないじゃないですか、ね、この目に見えてるものがあるから。おお、ここはこういう風に飛んでこないところが、おお、いっぱいあるやん。いやもう絶対やっぱ来てよかった、楽しい。この気持ちよさを味わわずに行くわけ。あっ、さっきの場所か、戻ってきた。すごいな、同じとこ行きたがるな。スピード感がね。その右が行けそうっすけどね。なんかあっち、うん、あっちでも何もなってない。このその左側になんか、あ、ほら、ほら、ほら、あ、しかもこのギミックなんか、はいはい、緑になるよ、あささん。本当だ、宝箱かな。なんか入ってほしいって。あ、なんか入ってほしい。すいません、寄り道過ぎちゃって。なんか年らしい、遊びたくなっちゃうね、すぐに。うるさいね、あの人ね。楽しく遊んでるのにねえ、うるさい、ね、いいよ。いやでもいいですね、寄り道したくなるゲームってね。いっぱいやれること多くていい、うんうんうん、おー、飛ばされた。うんうんうん、コンボをつなげる。コンボ、これのこと？あ、出てるわ、マックスコンボって出てる。あ、本当だ。あー、なるほど。まあ、これこの攻撃ボタン連打してればこう繋がっていく感じですね。うん、まあ、チュートリアルって話ですね。次行きましょう。ちょっとずつこうやって襲われるのもいいですね。あ、何？なんか懐かしい感じがするね。突然の操作できるんですか？今できますね。あ、マジ？うわ、なんかソニックって感じで、従来のソニック感が、
ラックあ、なるほど、この電脳空間は従来のソニックで、はいはいはい、ソニックの記憶で構成されてるの、すごいな、なんか、いやこれやっぱ気持ちいいですね、このソニックの懐かしい感じ、ね、このさ、一瞬でそのコースを覚えてないと一瞬で判断しなきゃいけないのがいいですよね、そう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 、覚えてないとあのすぐになんかね、そうそう、ああみたいな、落ちちゃったみたいな、覚えてたら覚えてたで、その覚えてることの楽しさもあるけど、覚えてないところをやるときに自分のその感覚が勝ったみたいなときもね、また気持ちいいですよね、このスピード感最高に気持ちいいですね、うん、いいよ、ういこれよ、これこれ、いいね、あ、分岐するの、うん、あ、これは違うか、ちょっとあれがいいで、ゴールかなぽいっすね、楽しい、いいね、どっちも楽しめるのいいですね、従来の感じも楽しめる、でもわざわざ D ですよ、あれおかしいなおかしいな、もう一度挑戦するってあるけどえ、もう時間ですか、あ、フロンティアのプレイヤーここまでらしいです、あ、出てると思う、じゃあ電動空間で出ますか、これさっきどうすか、あ、これロックオンですね、はい、これで、あ、まだ連続でアクション成功する、あー、なるほど、あ、戻っても大丈夫、はいはい、じゃあ、まあ、これはまあ皆さんやっていただくって感じで、はい、あ、そういうことなんだ、ロード時間にそういう練習ができるんですね、ありがたいな、天の声がね、エメラルドキーデバイスの封印が解け、エメラルドキーを使って開けられる、お、出た、おカオスクリスタルだっけ、なんかありますよね、うんうん、あ、エメラルドなんだ、この辺で、あ、気になる、寄り道まだまだしたいんだけど、ちょっとまあ